お久しぶりです。神奈川県人権ケアセンターです。えこのチャンネルね、まあ、ブラック担保動画を上げるなというふうにね、YouTube に言われてしまって、どうしようかっていうところなんですね。で、まあ、いろんなチャンネルでね、こうやってなんか雑談系のチャンネルってあって、それまあ、それでまあ結構ね、再生数上げてるようなところもあって、まあ自分もそれやるか っていう風に考えたけども、でもそれってあまりにも稀がないなと思ったんだけども。でもやっぱりね。あのこのチャンネルの強みとして、もう失うものがないわけです。もうあの収益化も絶対できないような状態になってるし。だったらね。もう。 徹底したねこういう普通のチャンネルではやれないようなこう徹底したアンチポリコレの話をやったらいいんじゃないかと、うん、というふうに思うわけですねそれもそれでゲイだと思ってただあのこのチャンネルずっと見てきた人わかると思うんだけども僕別にそのいじめとか差別を推奨してたわけじゃないですからねただ平和的にプラクタンボをやってただけなんでそこは誤解しないでいただきたいんだけどもでそれでねじゃあ今回第一発目として何の話をやるかって言ったらあの実はね、えー、ずっと忘れてた んだけどもあの下のの概要欄にねあの記事のアドレス貼っときますあの茨城県土浦市のことですね。で、藤沢っていうところに部落があって、僕そこに探訪して、まあ動画出たんだけども、その動画消されたんですよね。で、まあその動画の中で僕は言ってたんだけどもね、その、まあ差別事件がありましたと、その土浦の藤沢地区で。で、そのことについて、まあ詳細に調べるっていうことを言ってたんだけど、まあ調べてきたわけです。で、 そうですね。え土浦市ブラック差別事件検証委員会というね、こういうなんか大層なものが、この市役所で立ち上がって、で、その検証委員会が行われてた、行われてたんですね。で、実はその報告書をですね、土浦市に情報公開請求にしたんですよ。で、でね、でね、僕は、僕はそれ、あのー、 なんかもう真っ黒のりの、のり弁状態で出てくるのかなと思ったらですね、なんか地名、個人名はね、なんか消されてたけども、まあほぼ結構、 ほぼそのまま出てきたんですよ。あの、東京都なんかは悪名高いノり弁だけども、土浦市なんかこれね、あの、本来だったら土浦市って原則として市内の人が情報公開請求する権利があるんですね。で、まあ、市外、僕は土浦市民じゃないんで、市外に対してはまあ任意開示みたいな形になるんだけども、それでもね、これ、ほぼ、 そのまま。さすがに個人名黒塗りなんだけど、ほぼそのまま解除してくれたんで、お、土浦市すごいなと思ったんです。あの、ぜひ、あの、記事で見て、見ていただきたいんだけども。それで、まあ、表しは分かったんだけども、まあ、ほぼね、あの、全国連の、あの、なんか、あの、ブラック解放新聞、あれとか、あの、僕に対する全国連のお手紙書いてあった通りでしたよ。えー、その土浦の藤沢っていうところで、まあ、地元の小学校でね、 放課後に、あの、子供を預かる学童クラブがあるんですよ。で、そこに支援員っていうのがいて、まあ、三人、まあ、高齢の方なんだけども、えー、職食卓職員、今なんか会計年度何とか職員でちょっと制度変わってるんだけど、まあ、とにかくね、あまあ、市が、いわばアルバイトとして雇った人が子供の世話をしてたんだけども、まあ、その支援員がですね、えー、その、代弁の訴訟をした子供に、ブラック出身だから、うんこも漏らすよね、と。 えっと、ニーハリでは被差別ブラックカーボー南部の連中と呼ぶのだけど、えー その、その子供の家はゴミ屋の仕事なんですとかね。え、南部人だからなんですとかね。あ古事記だったんですよとかね。ニー新張はブラックがたくさんあって、親が普通じゃないとかですね。えー、ブラックに着いた近所のおばあちゃんから、んえー、っと、南部というところは東和の人たちが住んでると聞きました。まあ僕は黒塗りされてるところはね、あの以前の田んぼでもう大体解明したんだけどもね。あの全国連だと不正人されてた部分っていうのは大体解明したんだけども、その、 じゃあ、実際、これ、まあ、この事件について、地元ではどう思われてるのかっていうことを、実際ね、その、まあ、藤沢に行って僕聞いてみたわけですよ、地元の人に。で、分かったのがね、この、南部っていう言葉って別に差別用語でも何でもないんですよ。あの、藤沢っていうところは、まあ、いくつかいろんな自治会があって、で、その中の、 一、一つが、その、南部上会って言うんですよね。藤沢区の自治会があって、その、まあ一つに南部上会っていうのは。だから、南部っていうのは別に自治会名で、その、要は藤沢の南側にあるから南部っていうだけであって、別に地元の人普通に南部って言ってるんで、別に差別用語っていうわけじゃないです。ただの自治会の名前っていう認識ですね。それで、その、まあ言ってみればその南部の日に聞いてみたんですよ、ここは。そしたらですね、えー いや、もうそんな話知らないって言うんですね。まあその方も結構年いった方だったんだけども、ええー、いや、あの、そんな話全然聞いてないと。えー、と自分が知らないんだから、まあこの地区でね、誰に聞いたって知らねえよ、そんなことっていう感じなんですね。で、まあ、部落だっていうことに関してはですね、まあもう今になってネタを起こすようなことじゃないっていうことなんですよね。 まあそもそもそんなことがあったの知らないし、もうそんなことで今時騒ぐのはおかしいよと。もう解放同盟も活動してないし、まあそういう運動してた人ももう死んでしまったしねと。 というような話なんです。自分ら別にね、そんな、まあ確かにあの、皮を扱ってるようなところがあったけど、別にそんな人殺したりとか、その悪いことやってるわけないし別、やってるわけじゃないし、別にやましいことでも何もないんで、まあそんなことでね、今時騒ぐのがおかしいよねっていうことなんですよね。まあ言ってみればね、もう地元としては、もうネタを起こすなっていう考えなんで、まあこんなことで騒ぐって、 っていうようなことは、ま、考えられないわけです。じゃあ、誰が騒いでるのかって言ったら、やっぱその、あの、全国へ、ブラック解放同盟全国連合会と、あとは、ブラック解放愛する会、あとは、ま、市役所が、ま、勝手に騒いでるだけっていうのは地元の人の認識なんですよね。だから、ブラック差別問題って言ってる割には、ま、当のブラックの人は置き去れにされてるというか、うん、別にこういう大ごとにすることも望んでないような感じなんですよね。 で、それで、まあ、その、なんかいろいろね、その、まあ、老人の、老人、ちょっと年いった支援員が、まあ、なんか南部が、なんか部落だの、なんか、ゴミ屋がどうなのって言ったことに関してはですね、まあ、ちょっと地元の NPO の人とかね、あの、そういう人にちょっと聞いてみたんだけども、 まああの、茨城の年寄りだったら言いそうって言ってましたよ。まあ僕,僕もそう思います。僕、あの、茨城を、の、ブラックいくつかめくってですね、地元の人にも行ってみたんだけども、まあとにかくね、あの、茨城の老人は <laughs> 口が悪い。まあこういうことを言うとね、茨城の人に怒られるかもしれないけども、まあ茨城って言うとやっぱこの、あの、ヤンキーの聖地みたいなイメージあるじゃないですか。まあまし柄のいいイメージはないんだけども、まあそこはね、地元の人も、 あの、自覚してるらしくて、まあ、だいたいその地元の茨城の老人っていうのは口が悪いと。もうんまあ、そんなこと言っちゃいかんだろうみたいなことをね、結構言うそうなんですね。で、その部落の場所こうについてはですね、まあその地元の、まあ、老人でもね、まあ相当年いった人、 まあそういう人は知ってるかもしれないけども、大体の人はね、そもそも、そんなあんまりね、その部落の区域がどうだとか、そういうことまで知らないそうなんですよね。うん。なんで、まあそういういい加減なことを、まあ、軽く、軽く叩いたっていうような、まあそういう話なわけです。はい。ということで、まあ地元の人が置き去りで、えなんかその、なんか全国連が <laughs> いろいろ言ってるっていう、まあそれだけの話なんですね。で、で、僕その後ね、 あの、実は土浦市役所に行ったんですよね。で、いや、本当はね、別にこのことをね、聞くつもりじゃなかったんですよ。というか、まあ、教育委員会が管轄だと思ってたから、まあ、教育委員会に行ってみたんだけども、まあ、僕はね、どうせこのことをあれこれ聞いたって、まあ、この情報公開請求して出た文書以上のことはどうせ言わないだろうと思ってたから、 ただ、その、せっかく土浦来たんだから、土浦に置いてあるね、あの、ブラック解放新聞とか愛する会の機関紙見せてもらおうかなと思ったらですね、なんか、それだけなのになんか、この、別室に通されてですね、なんか偉い、このね、あの、なんか言葉を選んだ感じでビクビクしながら対応されましたよ。いや、それで、いや、僕ね、別に、その、このことを聞く、聞きに来たんじゃなくて、あの、ただ、あの、 あの、解放新聞というか、あの、えー、解放新聞じゃないわ。あの、童話団体の機関紙ただ見せてもらいに来ただけなんですけどって言ったんだけども、それがね、土浦でもね、見せてくれないんですよ。その、京局とか、あのー、あ、あの、あと、あの、全国連のあの、ブラック解放新聞。うん、で、やっぱり、あのー、何部か買ってるそうなんですよ。で、僕、やっぱね、うん。この件、まあ、この件でね、その、 まあ、爺さんが軽口叩いたっていうのは、まあ悪いと思いますよ。うん。まあ、そうは思うんだけども、ただ、ただ、僕は一方で、この、なんかね、この役所と、この童話団体のただならぬ関係っていうの僕、僕良くないと思いますよ。こっちの方がなんかこう、逆にその、部落への偏見を広めてるというか、その、党の部落の人間を置き去りにして、この役所がこうやってね、ピリピリした対応してるのおかしくないですか。で、 機関紙を買っててそれを見せられないわけでしょで、僕もちょっといろいろ実態を調べてるんだけども、どうもね、あの、愛する会だとか、あの、全国連だとか、その、その地元の動画団体に、こう、茨城で、この、なんか結構な金額のお金がどうも流れてると。まあ、一つ一つはそんな大金じゃないんだけども、その、茨城県内の各自治体から、まあ、その、 何十万何万っていうようなお金がポン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 なんかね、その、童話団体に出されてるみたいなんですよね。だからちょっとね、僕、僕こういう実態は、ちょっと茨城探訪するまで分からなかったんだけども、いや、ちょっと茨城とかで、ね、ついでに言うとね、千葉とか埼玉のあたりもちょっと怪しいなと思ってるんだけども、この関東っていうとブラック問題っていうとこう、あんまりね、こう、パッとこう、イメージするものでなかったんだけども、ちょっとね、この、 この役所と、この動画団体の関係っていうのは、ただならないものがあるな、というふうに感じてます。ということでね、僕はちょっとそのあたりはね、この先ももうちょっとね、調べてみようかと思います。で、ただまあ皆さんにお願いしたいのはですね、今回の差別事件について、その、あの藤沢あの、土浦の藤沢のその、まあ南部って言われているその地域の人たちは、まあ別に、 特にその関わってないというか全然関わってない。ただ、あの役所と動画団体が騒いでるだけなんで、まあそこはあの誤解しないでいただきたいです。あのその党の部落の人たちっていうのは、まあ別にそのこういうことで、なんか人を吊るし、上げたりとか。まあそういう考え全然ないんで、まあそこはね。あの偏見を持たないでいただきたい。とま。僕は胸まさにその解放同盟なんかから吊るし、上げられてる。最中だけどね。まあ役所とかあのあの法務局とかそんなの吊るし上げ られている最中だけども基本的にそれはやっぱりねあのまあ茨城県に関してはその部落の住民っていうのはその一切そういうこととは関係ないんでその部落の住民とその同和行政やってる役所とこの団体っていうのはちゃんとねこう分けて考える必要があるなっていうのを今回あの改めて感じましたということでね まあこういう感じで、その、まあ部落の歴史だとか、こう団体事情っていうのを、まあちょくちょくこうやって、あの、説明していこうかと思います。まあこういうことを言うとね、まあ確実に、あの、 収益化もされないしね、下手したらもうこのチャンネルバンされてしまうかもしれないけども、まあもう失うこともないんで、まああの、日本で唯一、まあ最大のあの人権利圧チャンネルとして、えー、このポリコレということを全く気にせずに、このちゃんとね、実情を正しく伝えていくチャンネルっていうのをまあこれからやっていこうかと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。